横綱ビルという名前だからって横綱がいるとは限らない。だってウグイスパンにウグイスは挟まれてないし、ウグイスボールもウグイスをボールにしてあるわけじゃないからね。そっか、だよね。そんな待遇ウグイスがかわいそう。メロンパンにメロンは入ってないし、カニパンにカニも入ってない。嘘ばっかりね。パンが見た目を似せてあるから、あれはあれでいいんだ。なんだ、気になるな。先生はきっと聞きたくないと思うよ。いや、余計に気になる。だってカッパ巻きの話だよ。カッパ巻きにカッパは入ってない。見た目も偽装していない。違うんだって。カッパ巻きに関する黒い噂。黒い噂？うん、聞いたことがあるんだ。カッパ巻きはカッパが作ってるんだって。それもまだ小さい子供のカッパが親と引き離されて地下の工場に閉じ込められて、キュウリ一本っていう安い賃金で奴隷みたいに働かされてるんだって。ただの都市伝説だとは思うけどね。こうしちゃいられないもやって調べに行くぞ。